第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はマイネルグレイン、あと 200m、 先頭はマイネルグレイン、阿武隈ポーロ抜けた、マイネルグレイン追いすがります。阿武隈ポーロ先頭だ、阿武隈ポーロ1着、阿武隈ポーロ1着、2着はマイネルグレイン、これは桁外れの強さだ、阿武隈ポーロ。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭はスプリングネバー、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 200m、 メープルフォレスト伸びてきた、残り 100m、 メープルフォレスト先頭、一気にエリザベススコープ、エリザベススコープ、エリザベススコープ、1着、2着にはどうやらポップロンリー、見事に勝ちました。エリザベススコープ、ポップロンリー2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってフラワーパーク、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた、残り 100m、 フラワーパーク先頭、ハイキビクトリー迫る、フラワーパークもう一伸び、フラワーパークゴールイン、フラワーパーク1着、2着にはどうやらサマーライツ、フラワーパーク見事1番人気に応えました。